今年10月、衝撃の KO 勝利でクラッシュの頂点にまで上り詰めた元プロボクサー雄斗。また新たにボクシング界から強敵がやってくる。元プロボクシング東洋太平洋王者小浦翼。中学生で空手全国大会2連覇を果たし、高校生でボクシングへ転向。そのままプロの世界へ足を踏み入れた。戦うことが好きです戦闘民族みたいなもんですボクシングはアマチュアで29戦、プロで18戦ですね。15勝のうち 10KO してるんで、軽量級にしては倒してると思う。やっぱ倒してなんぼっていうか、お客さんを沸かしてなんぼだと思ってるんで、はい、その高い殺傷能力を武器にチャンピオンベルトも獲得。そして次の獲物 K1 のベルトを狙い、このリングにやってきた。次のステージへと思って、まあでも本当もともとキックはもう空手の延長戦でそのままやろうと思ってたんです。まだ1年経ってないですまあでも対応できてるかなとは思いますけど。あ、強いですね。もうこっちの身が持たないぐらいもうボロボロですよいやめちゃめちゃ強いですし、そうですね。で蹴りも空手やってたんで、僕の方がキックだったらまだ大丈夫かなと思って、最初の頃からも全然ボコボコにされてたんではい、やったことないんで分かんないですけどまあとりあえずこれ勝っていい勝ち方してフライでとりあえずチャンピオンになって。狙うは適正階級フライ級のベルト、元プロボクサー雄斗の首。まず今回は、バンタム級で、いずれはですねフライ級に絞ることも考えているというところで、ございます。もともとボクシングで47キロでやってたんで、まあフライ級王者、はい、元ボクサー、そうですね、はい、まあ、ボクシングの時から知ってる選手なんで。フライ級王者雄斗とはボクシング時代に拳を交え、小浦が判定で勝利。次はクラッシュの舞台でベルトをかけて、はい、やれば面白い試合になると思います。勝ち方次第だと思うんで、泥試合みたいな感じだったらこんなもんかと思われちゃうと思うんで、まあ負けないでしょうって感じでパンチでぶっ倒したいと思います。よろしくお願いします。いやそんな甘くないから、ニヤニヤしてるけど。舐めてるなって思いましたね。勘違いもほどほどにしといてほしいですね宿命の闘竜白畑雄星。さまざまなリングを渡り歩き、立ち技で2本のベルトを獲得。そして今年2月、クラッシュの頂点を狙い小足のリングに乗り込んできた。クラッシュに僕は小学2年生ぐらいがずっと憧れてて、僕の中でのヒーローはクラッシュのチャンピオンだったんですよ、はい、でデューさんを見て育った感じです。憧れであった梶原龍二の下で鍛錬を重ね、クラッシュ初戦では元王者をテクニックで完封し、その実力を示した。やっとアジャストできてきたかなっていうのがあって、肘やりだったんで首相撲とかできてたんで、その距離感っていうのはやっぱすごい大きな違いだったかな。やっぱ成長は早く感じますね。なんかいろんなジム行って分かったことがあるんですけど、なんかここのジムは一からこのジムの仕様にするっていうわけじゃなくて、リュウイさんは僕ができることをプラスこれをやればもっとこうなるよっていうふうに指導されてるんで、強くなったかなって思います。舐めた野郎にこの世界の厳しさ教えてやる。そんなキック甘くないよっていうところを見せてやろうかなと思ってます。まあボクシングでチャンピオンになってるからいけるだろうみたいな、いやいやそんな甘くねえよって思いますね、はい、K-1 アマチュアからやった方がいいんじゃないですかね。当日びっくりすると思う。やってやろうよ盛り上げよう絶対やってやるから。まあこんな感じなんですけど、普通に僕がぶっ倒します。まあ試合で
見せてやるよってやる の, あの口の喧嘩じゃねえからって感じなんで、言いたいことは好きに言ってくれって感じですね。最近クラッシュでボクシング上がりの選手、まあ、それこそユート選手とか篠塚達樹選手とか、まあ、すごいボクシングから来てチャンピオンになってる人もいると思うんですけど、ボクシングにボクシングで付き合うと負けると思うんですよ。うまく乗せられちゃってるのかなっていう感じがしますね。まあでも僕にはそれは通用しないよっていう感じなんですよ。なんでかっていうと僕は性格が悪いから。まあまあパンチでぶっ倒してやりますよ。まあやってみろよって感じですね。で僕はクラッシュのベルト欲しいんで、そこにもいいアピールができたらなと思います。まあしっかり見とけよって感じですね。クラッシュバンタム級白畑雄聖 VS 小浦翼。